レオ・ライオンズは、アメリカ合衆国のプロバスケットボール選手、カンザス・シュートピカ出身、ポジションは、パワーフォワード、B3 リーグ・ RT ティ・リチバに所属している。カンザス・シティのパイパー高校において、ライオンズは1試合平均18得点、10リバウンドの記録を残し、全米のセカンドチームに選出された。その後、ライオンズは、バージニア・ビーチのコスタル・クリスチャン・アカデミーに移り、 21得点、8リバウンドを上げた。ミズーリ大学コロンビア校に進学したライオンズは3年時に試合平均13.1得点、5.7リバウンドを上げ、ビッグ12カンファレンスのオールインプルーブドチームに選出された。4年時には平均14.6得点、6.1リバウンドの成績を残し、カンファレンスのサードチームに選ばれた。 2009年の NBA ドラフトで指名を受けなかったライオンズは2009から2010シーズンをイスラエルのチームで過ごした。ハポエルエルサレム BC では37試合に出場し、1試合平均18分の出場時間で同7得点、1アシストの成績だった。2010から11シーズンの前半はイスラエルのハポエル、ギルボアガリルで11試合に出場し、 一試合平均の出場時間15分、どうも得点だった。その後ライオンズは2011年1月、オースティントロスと契約した。オースティンでは27試合に出場し、一試合平均14.9得点、クリバウンドだった。2011年10月20日、2011年、パンアメリカン競技大会のアメリカ代表に選出された。2011から十二シーズン。 ライオンズはトロスで26試合に出場し、1試合平均16.2得点、8.9リバウンドを上げた。2012年3月6日、ライオンズはダコタウィザーズにトレードされた。2012から13シーズンはウクライナのブディベルニク・キエフ BC に所属し、ユーロカップの16試合で平均14.6得点、7.3リバウンドだった。 2013年8月、ライオンズは、パーキッシュバスケットボールリーグのプナルカルシュアカと契約した。2014年1月には、カルシュアカを退団し、ニジニノブゴロド BC と契約した。2014年5月6日、ニジニノブゴロドを離れた。2017年2月28日、ライオンズは、B リーグの秋田ノーザンハピネッツと契約した。 シーズン終盤に加入したライオンズは、レギュラーシーズン18試合に出場し、1試合平均15.8得点、リバウンド7.3の記録を残した。2017から18シーズンも、秋田と契約することが発表されていたが、7月31日、現役を引退することが発表された。その後11月29日、ライオンズは、千葉ジェッツ船橋と選手契約を結び、 現役復帰した。千葉は所属していた、外国籍選手、トニー・ガフニーとの契約を解除していた。2018年8月、富山・クラウジーズと契約。ABCD、プレイヤービオ、レオ・ライアンズ。2012年3月19日閲覧。フィリップス66オールビッグ12メンズ。バスケットボールアワーズアナウンスド。BIG12SPOORTS.com。 2012年3月19日閲覧。シュローダー、スコット、スパーズ・オンド、オースティントロス・アクアや 2010NCWA、リーディング・スコアラー、オーブリー・コールマン。AOL ニュース、2012年9月10日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年4月1日閲覧。USA メンズ・パン・アメリカン・ゲームズ・チーム・ネームド。 USA バスケットボール2012年3月19日閲覧レオ・ライアンズプレイヤーファイル NBA.com2014 年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年3月19日閲覧ウィザーズアクワイアレオ・ライアンズ NBA.com2012 年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年3月19日閲覧 カルシアカランズレオライアンズ、エクスバダイバニク。eurobasket.com。2013年8月18日閲覧。レオライアンズアグリードツータームスウィズネシニーノブゴロド。s p o r t a n d o n e t h t t p w w w s p o r t a n d o c o m e n c a t n b a 1 1 9 2 3 レオライアンズ・アグリード・ツー・タームス・ウィズ・ネシニー、ノブ・ゴロット、HTML2014 年3月1日閲覧。nn バスケット、ru、http コロンスラッシュスラッシュ www.nn-basket.ru スラッシュニューススラッシュティテールドット php ID=18724 イコールプラス2014年5月9日閲覧。選手契約合意のお知らせ。 秋田ザンハピネッツ、https コロンスラッシュスラッシュ northrn-hapinets.com スラッシュニューススラッシュ 20314.html2017 年3月1日閲覧。契約合意から一転、秋田のライオンズが、個人的な理由で引退を決断。f r o m ン。2017年8月1日閲覧。 レオライオンズ選手現役引退に伴う、契約解除のお知らせ、秋田ノーザンハッピネッツ、https コロンスラッシュスラッシュ hapinets.com p スラッシュニューススラッシュ 30342.html2017 年7月31一日閲覧 ?2017 から18シーズンレオライオンズ。 選手契約基本合意のお知らせ公式サイト2017年11月29日、千葉ジェッツ、トニー・ガフニーに代わる外国籍選手としてレオライオンズと契約。バスケットカウント T&S2017 年11月30日閲覧。レオライオンズ選手契約基本合意のお知らせ公式サイト2018年8月6日。ありがとうございます。